肝陽系肝細胞肝陽系肝細胞は、中肺陽性組織に由来する体制肝細胞、肝陽系に属する細胞への分化能を持つ。骨や血管、心筋の再構築などの再生医療への応用が期待されている。採取する組織により特性が異なるため、採取する組織ごとに骨髄由来肝細胞、脂肪組織由来肝細胞などとも呼ばれる。 骨髄間質細胞が分化誘導されることにより肝陽系に属する細胞になる。最近ではさらにクリア細胞、肝臓など中肺陽性でない組織にまで分化できる過疎性を持っていることが示されている。肝陽系肝細胞は骨髄、脂肪組織、胎盤組織または細大組織、死髄等、種樹の組織から取得できることが知られているをおり、その生成プロセスは おおむね以下の通りである。肝陽系幹細胞は、肝陽系組織のあるすべての組織に存在すると考えられている。肝陽系組織の中で、骨髄肝陽系幹細胞は、骨髄戦士で容易に採取でき、培養技術も確立されている。骨髄肝陽系幹細胞は、骨髄間質細胞の中に含まれている。骨髄間質細胞は、骨髄の中で主体となる。 増血細胞を支える細胞の一種である。骨髄間質細胞は骨髄の中で増血細胞を支えるために網状の構造をとる。骨髄は体の中で血液を作る増血作用の使用臓器である。ありがとうございます。